砂晴れろ密林ポイズンカーペットこいつ行くかドスフロギいくつ100点やったっけな覚えてねでも大体ドス系は火が弱点っていうのは知っとんねんいやちゃうわ氷だけど大体ドスって火やん感じ的にさ氷にすっけどさ氷にすっけどさあていろいろでさっきやらかしとって言ってたからなさあ今回ちゃんと食べていこうちゃんと食べていこうよし射撃術ナイスー間違えたアイテムの方そういえば情報大丈夫かなおしびれはなけどんだけやるあ、こんなにやるやったら大丈夫っしょ大丈夫っしょ鷹をくくってると少ななってて、なくなって気づくっていううちが待ってそう。そんな感じ。もう、ミツリン。ドスロギやっぱこの防具が一番やな。下か。まあいろいろやりつつ行こう。できれば。お、スタミナ回復あった。プルファンゴいる。どっから下行けねえ。あ、ここか。じゃあ、間違えた。一匹いるのね。ここからやっていこう。あ、もう待てはもう、どんどん忘れるから。いろいろ忘れる。ちょっと邪魔なやついる。うわ、えぐ！なんか来てる。え、なに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 ？危な！なにその攻撃？いいね、121。あー、ぶな！ああ、当たってた。危ないよ。ナイスだよ。だいぶ楽やな。ああ、それか。よし。よいしょあかんか、オッケーいやーすげえお、ナイス。おー、危ない。よし。よし、ナイス。
ナイス、コウキ。最大サイズ、コウキ記録更新だ。やった。ロスターワンワン、泣いて。ワンワン泣いて、どうしたよ。あ、フロギーも取れる？あー、フロギーの方のドスではないね。だよね。常連かいって。マスターランクなのに常連なんかいって。へぇー、どこ行ったかなぁ。なにここ何ここってなってんだけど。ここどこ？行けないよね。だよね。取るもんは取ってるからね。ちょっと強くなってんじゃん。瓶掴んでいいやもん。骨つかも取っとこう。呼吸蒸したやつね。これか。どこやあれ。記憶にございませんってやつや、ね。いた。ようやくいた。オッケー。オッケー。あかん。いや、当たったからいいか。いや、よくはない。回復薬くれと、飲む。おー、当たっちゃった、待つ。おー、俺。毒の霧の間から。ドスロギーが。あれやんな。よう分からんなってきた。どれが本物？どれが本物？あ、見せた。やらかした。受録薬。危ない、危ない、ほんま。雑魚うぜぇ！嘘？あれ？一応受録な、毒になった。ちょっと待て。それ聞いてないわ。いや、雑魚うぜ。おお。ちょっと待って。どれや、これや。お。どこ行った？待って。ああ、なんや。すげえ邪魔。すべて座れんのやめてほしい。ほんまやめてほしい。攻撃で騎乗する。ああ、もうようやくやれ。よーし、助かったね。一瞬 FPS になったな。モンハンの FPS 版だったね。危ない。あ、怖っ。あかん。これ食らう前提じゃないの。前提じゃねえのよ。やめて、うぶん伸ばすってよ。かっこよくやったほうがよかったかな。おーし、V 破壊完了。ナイス。ちょっと邪魔かな、雑魚。
あ、弱った。弱。弱った弱った。言い方よ。どうすフロギー。よーし、ナイス。で、どこ行った？向こう側か。よし。じゃあ、落とし穴で行きますか。できるだけいっぱい。ちょ、待てー！そういう時の四つ身はどう？いらない。殺すなよ、四つ身はどうよ。こっちは捕獲したいんや。断じて許さんぞ。ちょっと邪魔やからね、避けるわ。ちょっと邪魔やからこっち来てもらってこっち来てもらって、そして俺は、いや、どこ行くねん、もう。え、違うの？来ないの？間違えてやってもうたよ。マジかよ。やらかした。あ、まだメインキャンプしかなかったか。サブキャンプ解放しとかねば。よし。かーん。やっぱ可愛らしい。どこ行ったんかな、あれ。わからん。どこだろうな。どこだろうな。あ、釣りはあそこでできるんや。ええー。それを初めて知った。ここね。まだ寝てなかった！助かった！よし、終わり。窓起きてよ、窓。窓また来たって来ちゃったよ。もうええって、窓。もうええって、窓。何やって、窓。もうええって、窓。いっぱいだ、スロギーの。ああ、寝てる場合かよ。寝てる場合かよ。助かったぜ。うまくいった。お、潮流玉。あ、原潮流玉。来た。ナイス。来た。俺のウィン。俺のウィン。一勝利。一勝利したね。一勝利。やった。偉大なくちばしもあるやん。V 破壊宝石。けど、ここだけやんな。なかなか出にくいものと見た。中玉草の鉢植え。どうした？どうしたってなって。何かやった俺。俺何かやってた。中玉草の鉢植え。なるもの。びっくりした。やっぱ楽しいね。カムラの里より急砲だ。ピオレーネ。はい。ドラゴン TK 殿。佐藤さん殿から、いや、大社宛てで、天狗獣、ビシュ天狗が暴れているとの報告が入った。このビシュ天狗は通常の個体とも主とも違うらしい。どうやらビシュ天狗亜種のようだ。本来ビシュ天狗亜種は大社と生息域とはしていない。だとすれば、王獣生物が及ぼす生態系の変化に姿を見せた可能性が高い。帝徳、こちびは私もドラゴン TK 殿と共に出陣したく思います。よろしいでしょうか？推測が正しければ、責任は王国にあります。父の誇りにかけて、たとえこの命に代えても、カバノの里を守り抜きます。ピオレーネ。私の命は、遠の昔に騎士道へと、捧げております。必ず王国の国体に応えられるよう。ピオレーネ。
とした。どうしてわかります。誇り、誠意、忠誠、使命、守るべきもののために全てを投げ打つ。心構えは基礎として美しきことである。しかし、その美徳のために己の命を軽く扱うな。お前の危険なところだ。わかったか。しかと心得ます。深淵の悪魔のおとぎ話を思い出せ。彼の悪魔を乱れた人心に引き寄せられ、国を暗いに現れる。美徳に酔う、騎士の心も悪魔を引き寄せるには十分だ。弓を忘れてはならぬ。ミステンガー氏の件については、ドラゴンディケイドのとの同行を記憶する。すでに、ちっちゃ姫のもとに、緊急クエストとして登録されているはずだ。抜かりなく行くべし。やった。おとも密隊が、緊急クエストです、知ってる。うん。帰還してたね。帰還してますね。どれやったっけね。これか。隠密だね。ですね。これ、新たな地帯、来てたりすんじゃね。お供たちをお供偵察隊として各フィールド内の偵察地点に派遣することができます。お供たちを派遣しておくことで、クエスト中に1回だけクエスト地点へのファストトラベルが可能になります。別に今いいかな。別に今いいかなって。洋館道か。RR。いや、じゃあ、まあ、上位か。やらずに残しとこうならば。うん。マスターランクの方でな。いけるのが、5クエスト以内に来る可能性もあるわけ。だから、そこまでそこ。何やら、データの大きな声が聞こえてきますが、大丈夫でしょうか。遠くの彼にしては珍しいことですね。ですが、人の上に立つ者は、無駄に部下を怒鳴ったりしないもの。それが騎士をまとめる提督ならば、なおさらなことです。怒鳴ったのはその必要があってのことでしょう。実況は詮索いたしません。さて、すでにご存知の通り、大社あたり、美酒店ご足が現れました。フィオレーリーの上推測通り、大域生物の影響であれば、これは迅速な狩猟と調査が必要ですね。今回の緊急クエスト、フィオレーネを同行するとのことで気合十分といった感じでした。お二人がそれば怖いものなしですね。それではお気をつけて。特別なクエストが来ています。クエストリストを開きますね。